かわり、火災防止の呪文。成功うどくシリーズ4、生活編その2。江戸時代、急激に人口を増やした江戸城下は、火災が多発した江戸前の干拓地の造成のため、急増された長屋が原因となることが多かった。長屋の屋根、壁は板張りだった。冬場の空っ風に煽られると、火災は大火となった。江戸の三大大火といわれる明和9年の火災は10万人もの人々が被災した。語呂合わせで明和9年の大火として有名となる。江戸城にまで飛び火した。この火災は振り袖大火という別名がある。後の八百屋お七の大火と同じ娘さんの悲恋が原因だったと言われている。娘さんを供養する寺が出火元であった。町場の大火と同じように燃え広がるのは野火である。野火は広大な野山を焼き尽くす。野火の原因は落雷と不注意な人間の失火とつけ火である。日本のように防火帯を設けないアメリカやオーストラリアの野火は大火災となる。自然保護団体の反対で防火帯が作れないためだという。ユーカリの木の種子のように火災を経験しないと発芽しない樹木が多数存在するためと言われている。太古のジュラ紀から大火災を経験してきて、種子もそれなりに進化したためと言える。このような災害を防止するにはどうしたらよいか。法華経華上諭本第7には火災防止の呪文が20字書かれている。その二十字の門とは、少子天中天、火燎貧賀省、愛民至上者、賀藤今慶来の門である。少子天中天、火燎貧賀省、愛民至上者、賀藤今慶来と読む。火燎貧賀とは、天女鳥の名前である。この天女鳥は美しい声で有名である。そして一斉を発すれば火災を未然に防ぐことができるという。この鳥の水煙は東北の中尊寺が国宝としている。天女鳥は切手にもなっている。日蓮大聖人は上野殿が屋敷新築の時、求めに応じてこの呪文を胸札に書き、手紙を添えて弟子の日光上人に持たせている。由来と詳細は五章三章のこと。火災は人間も財産も一瞬にして全てを煙と灰にしてしまい、夢も希望も失う怖さがある。古代遺跡のモヘンジョダロも原子爆弾による猛烈な火災で破壊されたかのように廃墟と化している。大昔から伝承があり、大勢の人々が瞬時に死んだ場所だったとして忌み嫌われ、近隣の人々は
絶対的に寄り付かなかった遺跡である。人間の持つ知恵の中で覇権権力の魔性意識は徹底的な火災破壊も厭わない怖さがある。東京大空襲による焼け跡はあまりにも無残な光景である。せめて世の中が平和であるときくらいは失火やスケビから我が家を守ろう。日々頓挫して社会の幸福を祈念するときは少主天中天から始まる二十字の呪文を念じて防火も祈念していただきたいと思いたい。海辺に住むようにいつも水が大量にあることはないのだ。日々の暮らしから火災の事故をなくしていこうではありませんか。ではごきげんよう。またの機会に。 See you again。 またお会いしましょう。視聴いただきありがとうございました。